手作りの兜をかぶって元気よく歌う子どもたち。大分市の後藤幼稚園では今月5日の子どもの日をお祝いする会が今日一足早く開かれました。こちらでは日本の文化に触れてもらおうと餅つきや節分の豆まきなどを園の行事に取り入れています。今年の子どもの日を祝う会は4年ぶりにすべての園児が集まって玉入れと綱引きを行いました。楽しかった。鯉のぼりみたいに大きくなりたい。園では伝統を大事にしながらのびのび成長していってほしいと話しています。